やでも強いって言ったって今日の時点で1勝1敗じゃない。いやわかんない。もうでもこの放送するぐらいにもう放送してる時にはもう終わってるからね。多分優勝してんじゃないの。そう、うん、それは嬉しいけどね。ええ、うん、巨人ね、またうん、僕は日ハムに勝ってほしいけどね。あ、そう、うん、まあ僕も日ハムはあんま嫌いじゃないけどね。まあ榎木さんなんかね、榎木さんはもう応援してるだろうしね。東京ドームは全部行くって言った。3試合あ、じゃあ今日行ってんだ、うん、今日今日ご収録してる日が今日から3戦目3戦目だからね。全部行くって言ってた。すごいね、うん、やっぱり好きなんだね。それであのなぜか埼玉の、うん、ヒットした1981年に、うん、ジャイアンツと日本ハムが日本シリーズで戦ってるの、うん、あ、そう、うん、え、その時監督誰日本人じゃん。日ハムは大沢親分。あ、親分の時か、うん、で、巨人はね、多分藤田さんだったかな。それで巨人が1位になった。優勝したんだ。優勝した、うん、忘れもしないと後楽園球場でね、うん、優勝決定の時のウィニングボールは、うん、江川がね、ピッチャーフライを自分で取ってる。ああ、あったあった、覚えてる覚えてる。あれが あれそっか。あれが優勝。めったにピッチャーぐらい取らないんだよね、ピッチャーはね。だいたいサードかファーストが出てきてる。取った取った、そういうシーンあった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 。あれが あれ日本一決まる瞬間なんだ。マルコとか28年前。あ、そう、うん、日本ハム。え、それ以来じゃん今回。それ以来、あ、日本ハム巨人はね、その時はじゃあ全部後楽園で。そう、お互い7試合じゃないか、何試合あったか。そうですね。だから歴史始まって以来だよね、日本シリーズを同一球場でやったのはね。そうそうそう。だから28年ぶりに、うん、あのこの対決が実現したわけだから、うん、私もなんか夢を再びで、なんかどっかでまたないかな。あと2ヶ月しかないんですけど、もうないかな、2ヶ月じゃダメか、ね、でも分かんないからね。去年のでもあれを、テレビ東京の年忘れ日本の歌の、うん、ああ出演以来はもう去年の今頃来てたね。じゃあ今年は来ないってこと。来ないってことだね。その番組は何、ずっとある毎年必ずやってる番組。毎年年忘れは必ずやる。じゃあ今年はないんだ。まあ去年はあのコミックソングコーナーというのがねあったんだ。あった。もうほら今あの何テレビ業界自体がこう、うん、コストダウンに動いてるから。そうそうそう。ほらそうでも窓さん切ったぐらいじゃコストダウンにじゃあだからそのあその時もね、うん、あの駒劇場が、うんラストイヤーだったんで、それで放送時間が30分を、ね、拡大されたの。それが今回なくなったその30分のどこに入ってんだ。そうそうそう。だから30分枠をどうしようかっていうので企画会議でそこにコミックソング部門が入った。たまたま去年は入ったらしい。でもコミックソング部門のギャラと、うん、こっちの本編の一人の大御所のギャラって同じぐらいでしょきっと。でもコミックソングも誰出てたの。コミックソングコロッケが出てたし、鶴光さんが出てたし。鶴光さん何歌うの。だって、ウグイス谷ミュージックホール。え、どんな歌だっけ。え、いらっしゃい、いらっしゃい、どうのこうのとかな、うん、どんな歌だっけ。歌のメロディーのところは全然コロッケさんに、鶴光師匠に諸角や千歳、諸角や千歳、埼玉満蔵、それから鳥がやや、ややっていたな、うん、なんだっけ。ハウスマヌカ。そう、あれコミックソングかな。コミックソング企画版の中に入れられてた。ああそうなんだ、うん、なんか微妙な人選だね。あの微妙な人選。あのタウンカモンのたっちゃんとか出ないとね。それは大御所すぎる。キャスティングしたけどスケジュールがダメだったっていうのがあるし。あ、ね、なそれあるね、うん、だって基本的にあのソロシンガーだね、うん、だ僕のところに来たから当然バラクーダーにも話来たって言ったら来てないって言うから、うん、あそこは2人組だしね。だって今はもうやってないでしょ。からやってるやってるやってんのか、うん、だから基本的にソロでということね。うん、だから年末あたりまたねそういう企画が、うん、あればだけどもう11月だからもう撮ってるからね年末特番は。そうだよね、とっくに撮ってる。そうだよね、 生以外は、ね、ああじゃあまあ今年は暇な年末年始、はい、せっかく巨人と日本ハムがね28年ぶりに対決したっつうのに、うんこの私の手たらくはねということでございまして短いちょっともう1曲ぐらいなんかあもう1曲歌いますか。あっせっかくだからせっかくだからじゃあ20回記念アンコールにお答えしました、はい、誰もしてないっちゃうね。でもこれねこれでもねお手拍子とね掛け声が必要なんだよね、うん、じゃあなんかもっと違うのないで。いいじゃんそれでいくよ景気よくね津軽海峡冬元気をねこれちょっと聞いていただきたい。野村君にお任せくださいだ大将ってコーラス言ってくれる。いい？お任せくださいうん大将ね。そうそうそう。4回ね聞いた。さあ行きたいと思います。はいじゃあ
20回記念最後でございます。アンコールにお答えして津軽海峡冬元気をお届けしたいと思います。よっこれ持たない、これ持たない、はい、はい、羽田初のジャンボジェット機乗った途端に青森駅は雲の下、裏町酒場こぬかわめ、鳩場大漁にしんどね、皆さんご一緒にお任せください大将、お任せください、うん、大将、イカはピチピチ、ホタテはシコシコ、まだありますよ、はいはい、お任せください、うん、大将、はい、お任せください、うん、大将、津軽海峡冬元気、はい、ありがとうございました。アンコールにお答えして津軽海峡不元気お届けしました。これということで、ポッドキャストなぜか埼玉満足、はい、ね、10回目、これ近所の人から苦情出ない全然大丈夫全然大丈夫よはい、ということで20回目これでお別れでございます、はい、ぜひ皆さん30回記念続いてたら何をやるかお楽しみにしていただきたいと思います、まあ、次はね、なんかね、うん、30回記念ですね、はい、はい、最後の場合やるけど一郎さんを呼ぶことになって最悪なんだ、はい、はい、ということでお別れでございます、はい、どうもありがとうございました。